2021年2月11日午後5時の生放送です。お腹時計がね入りましたね。2021年の午後2時木曜日金曜日で今日はねボーリズデーっていうことになるんですね。で今日の野外歩行時間はねまだ歩いてません。それでねボーリズデーでその私ボーリズさんのことをね一つはあれですよ、ビッグリボンアダム書房が出した記念すべき一冊目ね、広岡朝子と牧子とボーリズびっくりポンの物語って、これを書くためにがもう一つはクリスチャン新聞で13回の連載をね、させていただいたって、そっちの連載の方が結構その心血を注いでかなり、いろんな本をこれぐらいこれぐらいね読み込んで、でその中の一冊でこういうねこうハードカバーの本ですよ。ハードカバーね、近江の兄弟と東高線の党ですね。これなんて読むんだろう、などって読むんだろうか、近江の兄弟など、近江の兄弟たちって読ますんだろうか。で書いたのがそのボーリズの終生右腕であった吉田さんですよね。溶接しちゃったけど戦争が始まる直前ぐらいにね。でこのねハードカバーのねちょっとこれピロってね破れて、こう買った時にこういう状態だったわけですね。でこう金箔でね押してね、近江の兄弟たちってね立派な本じゃないですか。デザインがねやっぱり大正時代とか昭和の初めぐらいでおしゃれですよね。こういうおしゃれな時代があってそこから日本軍国主義になって戦争にバーッと行っちゃったってね、本当にいつも信じがたい気がするんだけど、こう絵のね衣装なんかもね、こうガリラヤ丸っていう船がありまして、琵琶湖にこう船を浮かばせてそれをこう電動船としてね、このガリラヤ丸の中で周回することもできるし、ガリラヤ丸でその琵琶湖で琵琶湖のその対岸の町に行って上がってその村に、みんなで伝道する、もういろんなことにこう使われたって、ある時には琵琶湖の中の島で人が住んでるところがあるんだけど嵐が来てね、まさに孤島で食料もなんか何日も届けられないっていう時に、この船長さんがね腕もいいんでしょう、勇敢な方で、そういう中を押して食料を届けてあげたとかね、そういうこうストーリーが様々あるガリラヤ丸、まあそれの絵でしょうね。まさに近江、まさに近江兄弟社を象徴するようなね船の画像でございます。でこれ鳥がね、これはこの琵琶湖にこう鳥がね、でこの山がね、なんともこの風情のあるね。でこの近江の兄弟たちってこの字がね、ペンで誰かがその吉田悦蔵さん本人の文字をそのまま大事にしたのかな大事にしようと思って大事にした。それでねこれ前にもちょっと言いましたけど、これねこうあれですよ、活版印刷ですよ。近江の兄弟らね、吉田悦蔵ちょっと近江ミッション近江ミッション図書出版部、図書出版部っていうのがね、だから何度も話に出てますけど、昔はそのコンピューターもないし DTP デスクトップパブリッシングなんてそんなものはないわけで、鉛の活字をね、それこそもう3畳も4畳もあるような棚にね、1だったら1ばっかりザーッとね、5だったら5ばっかりバーッと、三浦の裏だったら裏ばっかりザーッといくつかね、
で、一回と使ったら、それを崩してもっぺん戻すまで、使い回したりできないから、この印刷が終わったらそれを崩しちゃって、で、洗ったりして元の棚に戻すっていう作業をね、そういうやり方でこの活字の印刷っていうのは成り立ってたわけで、そういうことのできる部門を近江兄弟社は持ってたっていうことですよね。近江ミッション図書出版部で、これがね、こう表記がね、右から左へとね、時代ですよね。でこのね、こういう写真なんかも入ってますからね、写真がね。でこれはなんだ、何の写真、うん、妖春の平三井寺高殿よりね、三井寺から撮ってる妖春の平ですよ。下の方にこう松のねイラストなんかチラチラっと書いて、おしゃれですよね。かなりね、作っ、凝って作ってるなっていう感じ。箸書き、これは吉田悦蔵さん本人が書いたのかな。歴史を書くのはね、大事仕事であると、で困難な事業であると、で正確に要求すれば今日のことを今日書く新聞の記事にも許されない誤謬がある、新聞記事にも間違いっていうものがあるもんだっていうことが言いたいのかな。いや、新聞記事であってさえも間違えてはいけない、誤謬があってはいけない、そういうもんなんだっていうことが言いたいのかな。ちょっと文章の裏というかね、真意がパッとすぐに。10年15年前の事件を詳しく、だからこの吉田さんが書いてるのはそういうことを書いてるんでしょうね。10年15年前のことを、詳しくかつ正確に書き綴るのは、まあ至難であると、ね、至難の業であるんじゃなくて至難であるって書いてるところがね、もう文章をギュッと圧縮してるというかね、活字を節約してるというかね、の業であるって書いてある、の業で二文字ね、活字を余分に拾わないといけませんからそういうことまでね、昔の活字の世界にちょっと接したことある人間の人は考えちゃうね。いや、新聞の活字ってね、今こう普通の新聞11字詰めかな、12字詰めかな、11字詰めぐらいかもしれないですね。私の子供の時は15字詰めだったんですよね、同じスペースに。だから字がえらく細かったわけだ。でそれが14字詰めになり、13字詰めになり、12字詰めになり、でやっぱりそれは読みやすいね、読者層も上がってきて、読みやすさのために活字を大きくいたしました。でまた活字を大きくするっていうことが、まあ、一つの売りであったわけですね。で毎日新聞なんかが一番これ早く確かやりだしたんで、毎日新聞はね、字が、活字が大きいからよろしいとかってね、うちの母方のおじいちゃんなんか毎日新聞読んでた記憶がありますけども、でもね、活字を大きくする、今だったらこのコンピューターの画面の中でね、大きくしたい活字をね、選んどいて、でサイズをね 11.5 から12ポイントに変えるとかしたら、いっぺんにパッと大きくなってくれますけど、この活字の時代はね、一文字一文字全部変えないと字が大きくならない、ね、構成っていうことの意味合い自体がね、変わってるんで、吉田さんの文章、箸書きに戻ると、まあ、10年15年前のことを、詳しく正確に書き綴るのは至難であると、そして文芸的とまではいかぬとも、読みやすく趣味と興味をそそりつつ、神の成し給える奇跡を記すことはさらに難しい。あ、これは共感するな。クリスチャン新聞の記者だったものとしては、この吉田さんのね、このものを書く、でこういう文を書くということに対するスピリットはね、大いにね共鳴するとこですね。読みやすくね、趣味と興味をそそりながらね、しかしそれが神の成し給えることをね、神の成し給える奇跡を記すことはさらに難しい。
しかし書かねばならぬ時は熟しつつあるこの言い方がね大行だよね。だって印刷物を出すっていうのはね大変なことだったわけだ。今よりも10倍も20倍もその技術的にもまたお金的にもね心のハードルとしてもこんなハードカバーのね活字で印刷されたらこんなとこ破れたままなんかねしといたらねバチが当たるわけでね。書かねばならぬ時は熟しつつある。ある雑誌に無我縁物語と題して未知なれども精神科医の同志伊藤昇進氏の回顧録と将来の抱負が掲載されてあったのを見て、ああなんか知り合いの伊藤さんっていう人がある雑誌に書いてるのに触発された。私の心は時来たれり我も書くべしと叫んだいいですね。時来たれり 我も書くべしってこう時来たれりと我も書くべしってくっつけるっていうのがね、つけくみたいで面白いですね。人が書いてるの見て、あ俺も書く時が来たかなってわちょっと慌てんぼうなんですか、ね、いいことですよね。でも伊藤さんがね、雑誌にね回顧録と将来の方を書いてくれてなかったらね、吉田さんは早く死んじゃったわけだから吉田さんが書いたもの自体が 何もまとまったものが残ってないっていう事態になってたかもしれないね。この近江の兄弟たちを吉田さん残してくれたってのはあっぱれですよ。でこのね無我縁っていうこの雑誌、あ雑誌じゃない、無我縁物語、無我縁っていうのはなんかの企画の名前なんですよ。無我ってのはない我っていうか無我の境地の無我ですね。縁ってのは草冠の縁ね、公園の縁よりももっとおしゃれな感じですね無我縁には東大の社会学者、京都大学の河合はじめ氏も飛び込んでいったことが出ている。無我縁が東京巣鴨の大日堂に始まって新しき村の運動のごとく大理想大抱負を抱いて第一文言より第三文言まで拡張していった目覚ましき発展ね、そういうのを無我縁の物語っていうのは書いてるわけだ。それにね近江兄弟社の吉田さんもね、触発されちゃったわけですよね。同志が互いに不平を持たれたりこれ通が小さい通が抜けてるね、小さい通じゃないこの当時はね大きい通ですけど、とにかく通が抜けてます、構成しておきます。持ったり持たれたりせればならぬは何事であろうとの問題のため伊藤氏の信頼革命、心の中の革命で無我主義の無我主義の実行に入って1年半ね、こういう人たちもいたんだってね、今は昔だよね。団体の形をとって9ヶ月にして、閉鎖されたっていうこと、顛末が記してあった、いろいろ実験をしたんだね、大正とか昭和の始めましたね。私はこの文章をしたためてみたいと思うのは、いかに神の残したまえる一人が理想主義に立ち、一人ってのは暴力のことですよね、土に埋もれしからし種のごときものより建築設計事務所と肺結核療養所と琵琶湖上の福音船ガリラヤ丸と近江セールズ株式会社と近江ミッション等に成長してきたかを物語りたいためである。でからし種っていうのはこの聖書においてイエスがね例え話で用いたもので、まあ小さいものの例えですよね。でこんな小さいからし種でも撒いたら、ね、2階建ての家程度の大きさになるみたいですね。でそういうふうに大きく成長する、でそういうものをねボーリズ一人がねからし種みたいな信仰を持って撒いたらね、近江琵琶湖の湖畔に撒いたらね、建築事務所、ボーリズ建築事務所、それから今のボーリズ記念病院ですよ、当時の肺結核療養所が福音船ガリラヤ丸って今はちょっとないですけどね、ガリラヤ丸で近江セールズって、これはそのパイプオルガンを入れたりとか
その建てるお家とか建物のこう窓ね、おしゃれな窓とかドアのノブとかね、あのそういう調度品、その舶来のアメリカ製のすごい優れたね、機能性も優れたようなものを輸入してくるね。で、それ他のところにも必要だったらお分けしましょう。で、ハモンドオルガンなんかもね、近江セールズ経由で入ってきて、古関裕而さんですよ。あのチャララ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 ラね、昼の憩いじゃなくって、なんだっけ、日曜日のあのドラマ番組ね、古関音楽古関裕而ね、出演森重久弥、加藤美智子だったかな。おい、今はあの西田敏行さんがね、あの森重久弥の後を継いで日曜名作座やってますけど、あのそのテーマソングを含めね、膨大な曲を作った古関裕而さんのハモンドオルガンですよ。あの独特のね、真空管組んで作ってるのかな、トランジスター昔ないですから、真空管なんでしょうね。で、音がゆらゆらって揺れるようなね、こういうすごい。でボーリズは自分ももちろん弾くことができたし、近江セールズを通してだったと思います、輸入してね。 NHK にもね、倉庫なんかにはボーリズが持ってきたハモンドオルガンがね、残ってるかもしれないですね。で、事実についての誤りもあろうって、これはあの、古関さんじゃなくて誰だっけ、著者の名前ど忘れしちゃった、吉田さんのね、私自分が書くことにね、間違いもあるかもしれませんとね、間違いだってあるだろうとね、苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおすすめ、ひょっこりひょうたんちまじゃないですけどね、近江の兄弟たちっていうことで、人について書き綴ることも予想せられる、まあ、人について書き誤ることも予想せられる、後日見た批評のごときもあろうね、あの時はあれしか仕方があったのに、後からね、あの批判するような言い方を自分がしてるというような部分がね、出てくるかもしれませんね。謙遜ですよね、俺が言ってることが正しいんだじゃなくてね、私がね、そういう間違ったこととかね、人にご迷惑をおかけするようなことを書くことになるかもしれません、こう書くことにおいて非常にね、でしかし私は、しかし私はときましたよ、大いなる錯誤なしに書き上げるつもりと、その責任を感じて、あ、私の生放送と同じって、ここで生放送の大きな間違いはないようにね、責任持って書くつもりだと。で、幸いに数年前出出版されたボーリズ氏の日本におけるからし種（括弧英文）があり、でボーリズさんが英文で書いたものもあるし、古い日記ありね、私はちゃんと日記もつけてるし、機関雑誌湖畔の声と英文月刊のマスタードシードがあるとね、恐るべしですね。湖畔の声だから未だにね、月刊で続いてるっていうのはね、近江兄弟って大したもんですよね。明治の一番終わりにね、出し始めてね、で数数えたらどうも戦時中も途切れることなく出してたね、すごいですよ。それはがあって、私は参考書として発行人の弁護も有していると。さらば参考人の弁護も有している、どういう意味なのかな。さらばペンの走る音と親しみつつ、これは違うよ、今ねこの音だもんね、カチャ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 ってね、今ならキーボードを叩く音、でも英語圏の人は昔からキーボードなんだね、そうなんですよ。で、日本語圏の人は昔はペンで、もう一つ前はね、文明開化の前は筆でサラサラですよ。で、これがペンでスラスラになってね。で、ワープロが出てきて、で、このタイピングの音になったわけだ。日本のね、活字文化ってね、
大変なもんです。英語だったらね、アルファベット26文字分の活字があればね、本ができるのにね。で、まあ、フォントの種類はね、何種類もあるかもしれないけどね、まあ、基本的に A から Z、あと、幾分かの訳物をね、丸とかね、コンマがあったらね、本が作れる、日本語の本を作ろうと思ったら、活字がね、ひらがな、カタカナだけでもね、訳とかでも、英文を超えてですよ、それプラス漢字が、ずら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 って、それぞれについて複数ね、活字を用意しとかないと、活字の本が作れない。まあその吉田さんのね、この前書きや端書きのあと2行ね、さらばペンの走る音と親しみつつ、灯火のもと、あるいは太陽の光を受けた製図室、建築事務所の製図室の一隅にて、過去十数年と永遠の昔より今に働きたもう天の父よ思いながらこの労働に入るのであるということで、自分のこう端書きをね結んでる。大正9年2月、あ、時あたかもね、2月ですよ。寒い寒い中でね、暖炉が焚いてあったのかね、製図室だから日当たりが良くて太陽の光が入ってね、きっと暖かかったでしょうね。ガラスの貼ってあるね、部屋でね。そういうことでもう20分をね、1分30秒のね、1分30秒過ぎちゃいました。で、明日もボーリズデーということになるし、必然的にこの近江の兄弟たちのもうちょっと他の話にね行くというですね、ことですね。で、お聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送ボーリズデーで吉田悦三さんの近江の兄弟、ラーなのかタチなのかね、読み方ちょっと調べとかないとね、これハードカバーのね、立派な本をご紹介させていただきました。明日もよろしくお願いします。